ランス美術館はフランスのランスにある美術館である。シャンパンメーカーであるポメリー社の経営者であったアンリ・バニエは美術収集家として絵画や彫刻、ガラス機、家具などを所有していたが彼の死後に600点を数えるそのコレクションがランス市に依存され、それが現在のランス美術館の中心となっている。1913年に開館。ランス美術館のコレクションは ロマン主義、バルビゾン派、写実主義、印象派、象徴主義、自然主義、アール・ヌーボーなど19世紀のフランス美術を網羅している。その中には26点の印象派の作品、オーギュストローダンやカミリー・ウ・クローデルの彫刻、エミール・ガレの工芸品等が含まれる。また、ルーカス・クラナッハによる肖像画作品や、ニコラース・マース、ダフィット・ケ・ニールスなどのオランダ絵画、 ニコラプッサンなどのフランス絵画、ジャック・ルイ・ダビッドのマラーの詩、ウジェーヌ・ドラクロアの父の頭相を受けるデスデモーナも所蔵している。フジタツ・フジやモーリス・ドニポボール・ゴーギャン、ピエール・ボナール、ルイ・マルクーシなど20世紀の画家たちの作品も展示している。2003年にメルシャン・カルイザワ美術館にて、ランス美術館バニエポメリーコレクション展が2004年には、 奈良県立美術館で19世紀フランス美術の成果、ランス美術館展が開催された。ありがとうございます。